と思う。私には3回目アニメジャパンに行きました。今日の目的は魔女のたびたびのグッズ買いたい。アニメジャパンで出店はいつもでかいね。アメリカのアニメイベントはちょっと違いますね。人がいっぱい、めっちゃいっぱいね。最初ブーシーロードの出店、最近マイスショーツの興味があるになりましたね。ワイススワーツのゲームルールが分からないけど、カードはめっちゃかっこいいと思って集まりたい。ヤキスターのワイススワーツカードある、知らなかった。あ、リトバスターズの、あ、すごい。カードはキラキラ時にめっちゃ欲しい。アニメだけじゃないね。スターウォーズのワイススワーツカードもうでかい、でかいワイススワーツカード、すごい。大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。ありがとうございます。やった、無料ワイススワーツのカードがゲットでした。未来のワイススワーツカードかな。あ、チェーンソーメンとかスパイファミリーとか、日本語で難しい。リコリコ、リコリスリコエル。昨日の夜おしまい始めた、見ましたね。変なアニメだと思う。でもおしまいの絵柄好きだからそのアニメめっちゃ好き。グッズを買いたいならメニューを出店の外で見えます。あ、見つけた。魔女のたびたびのグッズ、ここに。魔女のたびたび、魔女のたびたび。あ、ゆりキャンプも初めて見た。山のすすめグッズ、山のすすめグッズ、ちょっと珍しいと思います。やった、簡単ですかね。イレイナのパウチとアクリリックキーホルダーとアクリリックスタンドも買います。毎年アニメジャパンでフェイトの出店、でかい、すごい。日本語で忘れちゃった。英語でクインチセンシャルクインチャプレス、ゴーゴーサンティングの花サンティング。あ、よかったね。ベンチですね、このカバン。あ、まだグリッドマンのアニメ見たことがない。見たいけど、このアニメの漫画読んだけど、じゃあちょっと嫌いでした。ここはアニメジャパンガチャ缶バッジです。缶バッジガチャ、1回で400円です。はい、やってみよう。400円だっけ、だから500円でこの子犬もらった。どれ欲しいかな。リコリコ、リコリコめっちゃ欲しい。パプティメピック大丈夫。あ、まだ知らない。あ、ポプティペピック、あ、よかったね。一番のオランデじゃないけど、ポプティペピックめっちゃ面白いアニメ。今日のランチはチキンカツカレーです。はい、食べました。もう次どうしようかな。カスプラの出店まだ見たことないね。この出店、ビルキャンプ、ボチザロック、ラブライブ私の一番好きなアニメね。可愛い女の子アニメだから。今アニプレックス
混んでるから後で行きますね。あ、懐かしい。いつもナルト2年前ぐらい、とにかくかわいい、かわいい見た。次のシーズン今年かな。かわいいね。このブーツはアニメツーリズムのブーツです。ゾンビーレンズサーガーの動画まだ作ってないけど、つもりです。猫パラゲームめっちゃ楽しんでる。このフィギュア可愛いけどちょっと小さいより大きいフィギュア方がいいと思う。あ、このリコリコフィギュア欲しいな。その顔。これはアニメ化して欲しい漫画ランキング、漫画 We want to see animated ranking。ホテルに戻りました。今は買い物とか無料ものとか見せるよ。魔法のたびたびめっちゃ好きから、魔法のたびたびグッズ買いたいでした。例えば魔法のたびたびイレーナアクリルスタンド。アニメートにこのアクリルスタンド見たことがあるけどまだ買いませんでした。次は初めて見たこれ、魔法のたびたびパウチ。日本語の授業のために、新しい、ペンケースを、欲しかった。かわいいね。嬉しいよ。次は2つのキーホルダー、イレイナキーホルダー。 A place further than the universe のアクリルスタンドを買った。このキャラクターの名前はひなたちゃん。アニメツーリズムのブースでこれ買って、これも買った。リコリスリコイルの、去年の一番好きなアニメだった。雑誌を買ったなら無料ポストカード、リコリコポストカード、ついて、この雑誌、このアニメおすすめ、見てくださいね。アニメジャパンの日本語だけ動画一緒です。私の日本語は完璧じゃないから、日本語をペレペレになりたいから、もっともっと日本語だけ動画作りたい。このビデオで見てくれてありがとうございました。バイバイ。